はい、こんにちは。ジャニサカ大講師のカズです。今回はサッカーコーチが選手に戦術的スキルを獲得させる4つのステップっていうテーマについて解説したいと思います。早速ね、本題に入る前に一瞬だけ僕の自己紹介をさせてください。僕は日本で小中学生のサッカー指導がもう25年目になりました。若い頃はまあ少年団で、いわゆるね、ボランティアとしてまあ十数年サッカークラブでね、携わっておりました。30代の頃にスペインバルセロナのサッカーコーチ留学をしまして、現地のね、コーチングスクールに通って指導者ライセンスを取得しております。で、現在は小中学生で約、ね、300名ほど在籍するクラブチームをね、経営して運営して、まあ、日々ね、指導現場に立っております。で、うちのクラブちょっと特殊というか、まあ、珍しい、日本でもね、珍しいケースだと思うんですけども、僕以外にもバルセロナのコーチングスクールでね、ライセンスを取得した、コーチがね、3名います。僕は合わせると4名ですね。まあ、一番長いコーチでバルセロナに8年留学してまして、現地でね、監督、結構ね、強いチームの監督をやったりしていました。で、他のコーチも、ね、4年とか2年とかね、まあ、僕らみんなね、バルセロナで知り合ったんですけども、そういったね、海外で学んだ指導者が、まあ、日本でね、海外の知識をそのままね、持ち込むんではなくて、それをいかにね、もっと日本人の子供たちをね、良い選手に育成できるかっていうことをね、今日々チャレンジしています。そういった中でいろんな議論がね、あったりとか、新しい発見とか、もしくはね、スペインの考え方、これは日本では使えないなとかね、そういったことをね、いろいろ日々ブラッシュアップしています。そういったね、内容も踏まえて、このジュニアサッカー大学ではね、オリジナルの内容として情報発信しておりますので、ぜひね、皆さんの指導現場にね、お役に立てればいいなというふうに思います。では早速ね、本題に入りたいと思います。今日のテーマの、サッカーコーチがね、選手に戦術的スキルを獲得させる4つのステップなんですけども、まあ、結構ね、基本的なことです。で、そんなに動画は今日はね、長くないと思います。サクッとね、解説していきたいと思います。別動画で解説しているんですけども、状況判断とか選択肢っていうのは、皆さんね、どういうふうに考えられてるでしょうか。僕は結構ね、こういう問題は昔から考えていて、基本的にはね、状況判断をね、選手はしていくっていうのはね、とても大事なことだと思います。日本の中でも選手がね、やっぱり自分で考えてプレーすることが大事だっていうことはいろんなところで言われますよね。ただ、いまいち解説されてないのが、じゃあ、選択肢をね、どうやって増やしていくのかとか、状況判断とは何かね、もしくは育成年代においてどのように状況判断できるように選手を育成していくかということはあんまり語られていないなというふうに思いました。で、これ僕はバルセロナ留学中に結論を出したんですけども、基本的にはね、選手の選択肢をね、どうやって増やすかっていうところをね、増やして状況判断していけばいいかっていうところをね、別動画で解説しております。下のね、説明欄にリンクを貼っておきますんで、合わせてそちらもね、ご覧ください。結局、僕の考えでいきますと、選手がね、勝手に、自分で勝手にベストな判断をね、下せるようにはならないんですね。選手っていうのは、特にジュニア年代を考えてもらったら分かるんですけども、例えば、日本でよくあるというか、よくあると怒られそうなんですけども、以前ね、ちょっと僕が、実際の指導現場でね、別のコーチ、別のチームのコーチなんですけども、指導を見てるときにちょっとね、違和感があったんですね。それどんな感じかっていうと、ゲームを見てたのかな、試合を見てたときに、キーパーの子がね、ボールを持ったときに、はい、どうしたらいいと思うみたいなね、はい、どこにね、スペースがあるとかね、どこにね、出したらいいと思うみたいなこと言ってるんですよね。で、キーパーの子がね、どっかにパスしたらね、いや、違う、そこじゃないみたいなことがね、言われて、選手どうしたらいいんだって感じでね、ちょっと、面白いエピソードなんですけども、基本的に選手がゼロから何かを生み出すってことはできないですよね。例えば先ほどの、キーパーが持った時のパスの優先順位も、セオリーとしてはどうだよとかね、チームゲームモデルとしては、どこを優先的に狙っていく、その時にここは無理ならこう、無理ならこうみたいなね、そういった選択肢を与えている状況での選手が正しく判断できているかっていうところをね、僕らはジャッジする必要があるんですけども、全くね、サッカーの知識がない選手にそういったね、選択肢がね、こう自分でオリジナルで考えたりとか、いい状況判断するっていうのは結構難しいです。で、また例えば選手がね、カバーリングっていう概念をね、自分で開発するかっていうとね、結構難しいですよね。例えばじゃあチャレンジ&カバーっていうのを僕思いついたんですね。コーチ、こうしたら味方が抜かれてもね、ボールに行けるし、抜かれなくてもパスカットに出れますとかっていうことをね、自分で考え出すっていうのがね、結構無駄な作業ですよね。そここそコーチがね、知識があるコーチが、選手にね、情報を与えるとこかなっていうふうに思います。ちょっとね、話は脱線しましたけども、今日はね、選手が戦術的に獲得する4つのステップについてね、一つ一つね、見ていきたいと思います。まずざっくり言うと、
まあ、さっきのねジュニアの例じゃないですけども、選手はまずね知識がないです。そこで、まあ、知識を得る段階があって、次に、講師としてはですね、まあ、意識をさせる段階、そして思い出させる段階、そして最後に無意識のレベルに到達っていうね、この大きなね大きな4つのね、プロセスが必要になってくるかと思います。ではね一個一個見ていきましょう。まず1番目の知識がない段階ですね、これも、ね、最初に言ってる通り、子供たちっていうのはそもそも戦術的な知識っていうのは最初は持っていません。もちろんね、勉強熱心な子とかね、サッカーの動画を見たりとか、そういうね解説の本を読んだりとかして事前に知識を入れているってこともあるんですけども、それにしたってやはり、まあ、書籍とかね動画を通じて知識をね得ているんですよね。ということは基本的には選手っていうのはまずは、例えばさっきのカバーで言ったらね、カバーリングの知識がない。そこにコーチが、カバーリングっていうのはこういうことだよとかね、マークを外す動きっていうのはこういうことだよってことをね教えて、知識を与えるっていうことがね最初の段階になります。で、その段階をクリアすると、次に選手はね、まだプレーできません。知識はあるんだけども、それはね自分が意識的にね、プレーしないとできないっていう段階になります。その時のコーチっていうのはやっぱり選手に常にこう意識させて、例えばさっきのカバーで言えば、ね、はい、こういう時はこうやってカバーだぞって、今カバーだぞ、今カバーね、はい、カバーするんだぞってね、あ、今何したらいいの、カバーだった、ね、カバーっていつやるのとかって、ね、ひたすらね繰り返し、意識させます。そして選手が意識的に行っていくっていう段階がね大事になってきます。で、選手としてもねこれはね、まあ、苦しい状態でもあります。まあいわゆるねコンフォートゾーンをね、出ている状況ですよね。まあ快適領域じゃなくて、ちょっとね新しいことにチャレンジしているコンフォートゾーンを出ている段階なんで、選手としてもねちょっと意識して頑張らないとできない、要はちょっとだけね難しいんですよね。そういった、プロセスを経て次の3番のね、質問で思い出せる段階になります。つまり最初は意識してやってるんですけども、だん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 それがね無意識に近づいてきます。で、コーチがねだん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 コーチングの量を減らしていってもね、なんとなくできるようになってくるんですよね。でもやっぱり選手はまだね習慣化されていないんで、ふとね忘れてしまうことがあります。その時に今度はさっきの最初の、知識を与えて意識的にさせる段階のねコーチング、カバーしろとかね、そういったこうなんて言うんだろうな、指示ですよね、指示を送るではなくて、サイドがねボールを持った時には何をしないといけなかったみたいなね質問して思い出させるっていうね作業が必要になってきます。で、そこで今度は選手 は意識的にやっていたんだけども、だんだんこう無意識でできるようになってきたんですが、まだ一瞬忘れた時に、あ、何するんだったっていう問いかけによって、あ、そうだ、カバーリングしなくちゃいけないってことをまた思い出すんですよね。そういったこう地味な作業ですけども、それを繰り返していきます。で、それを繰り返し、ひたすら繰り返していくと、今度はもうコーチのね、コーチングなしに自然とねやってる。選手もおそらくね、意識して取り組んでいない。それがね4番の無意識レベルになります。で、このレベルになるともうコーチは言うことはありません。なぜなら選手はコーチに言われなくても、もしくは自分で意識して頑張らなくても、自然とねカバーリングなりね、そういった戦術的なプレーっていうのがねもうできるようになっています。コーチの役割としてはこの段階にねどうやって持っていくかっていうところがね大きなポイントかなというふうに思います。ジュニア年代とか、ね、まあ、ジュニアユースもありますね。こういった問題を考えたときに、一個だけ、ね、注意しないといけないことがあります。それが、まあ、習慣化されたと思っても、ね、できなくなることもあります。どういうことかというと、例えばさっきのカバーリングの例で言うと、そうやってこうコーチングによって促して、知識を与えてね、促して意識させて、質問して、やっとね、こう無意識でできるようになった。ね、あ、もうできるようになったなって思うと、まあ、3ヶ月ぐらいするとね、またね、あ、忘れてるなってこともあるんですよね。習慣化したかのように見えてまた忘れるって現象はね、特にジュニア年代よくあります。なのでその時はもう一回ね、どのレベルまで立ち返るか、質問して、ね、質問して、あ、あのこういう時何するんだったみたいな質問して、また思い出してまたね習慣化させていくのか、もしくはね、完全に忘れているようであればもう一回トレーニングを組み直してねやるってこともね必要になるかと思います。ここまでができたから次はこれね、ここまでできたらこれっていうのがこう、あの、うまく積み上がっていかないんですよね。育成っていうのはここまでやって次ここをやろうとするとここを忘れてて、またねこう別のことやらなくちゃいけないってね、そういった作業の繰り返しになります。そういった意味では順番、なんかこう算数の勉強みたいにね、順番通りにこれやって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 全部ができるようになるっていうものではなくて、やったことができなくなったり、こっちを覚えたり、またこれが、ね、忘れかけたりっていうような、こんな感じでね成長していきます。そういった意味では子どもの成長っていうのはやっぱりね時間をかけてね
見守っていく必要があるのかなというふうに思います。そういった現象が起きるっていうことをコーチの皆さんも先にね、事前に知っておけばね、なんでね、前できたのにできなくなったんだっていうね、ストレスを抱える必要もないですし、選手はね、どういったところで困っているかっていうところね、メンタルの部分までもこう見えてくるのかなというふうに思います。なので僕らコーチはね、そういった選手は、まあ、トライアンドエラーだったりとか、できるようになったことが一瞬できなくなったりとかね、新しい知識にチャレンジしている段階とか、そういったね、選手の、まあ、取り組んでいる段階をしっかり見ながら根気強くね、サポートしていく必要があるのかなというふうに思います。今日の講義勉強になったという方はぜひチャンネル登録ボタンを押して、ジュニアサッカー大学へご入学ください。今日の講義は以上です。